小池崎は日本のプロボーラー。J プバ第49期生。ライセンスナンバー542。長崎県長崎市高野議長出身。アミュージアム高松所属。2016年に実施された第49回女子プロボーラー資格取得テストにてトップ合格を果たし、5月に行われたデビュー戦で予選を通過10月に行われた。 ラウンドワンカップで敗れたものの自己最高の準優勝の成績を残す等の活躍でポイントランキング12位に入り1年目でトップシード入りを決めた2017年の新人戦でプロ入り初優勝2年連続でトップシード P リーグのキャッチフレーズは長崎初ポジティブ娘 P リーグは第8シーズンから出場 シーズン第1戦は6ショット落ちで出場できず。第2戦で、デビュー、デビュー戦の1回戦で、松永博美プロに4ピン差で勝利し、続く、準決勝は、鶴屋南プロに1ピン差で赤敗も姫路レイプロに、勝利し、ワイルドカードで、決勝進出を決めた。初の決勝戦は、第三位。初優勝は三回目の出場で、ワイルドカードで二回目の決勝戦進出の、 第9シーズン第1戦で、松永博美、小林歩美との対戦で、続く第9シーズン第2戦も優勝し、4人目の連覇を達成。2回目の優勝は4回目の出場での達成は、P リーグ最速隊。兄、小池和久、姉、小松なぎさもプロボーラーである。ありがとうございます。